こっち。新年明けましておめでとうございます。ゆきえくんです。今年もよろしくお願いします。まあ挨拶はこの辺にしといて、はい、まあいい知らせと悪い知らせはどっち聞きたい？もうじゃあまあ新年だしいい知らせから。いい知らせから。はい、実は夢が一個ね、叶って。お、それもまあ動画を見た人わかると思うけど、なんとセブンズ TV 様にね、なんと出させていただきました。この僕、いやマジで、もう本当にそれに関しては本当にもうまずワロスさんに本当ありがとうございました。ありがとうございました。いやまあ俺もそうだし、まあ、お前もそうだけどさ、俺だって、うん、YouTube なんなら始める前からセブンズ TV が好きだったし、大好きだった大好きだったじゃん、うん、もう上がるたんびに電話してって喋ってさ、あの動画クソおもろかったよねみたいな ねずっと喋っとってさ、うん、で、まあ、YouTube 始めて、うん、で、まあ、東京に来てなんかどっかでこうね、うん、会いに来てなって言ってた ね、うん、で千葉、埼玉か、埼玉ね、遊び行ってさ、うん、でその時にね、まさかのこう抽選をさ、うん、聞いたら俺ワロさんの次で、はいはいはい、でまあ凱旋もあの、まあ、動画見た人分かると思うけど、うん、ワロさんに凱旋の赤長の代行してもらって、うん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 、1個も載せられんと終わって、うんうん、っていう思い出があって、その時にブレイキングダウンも出てなかったじゃん、その時ね、うん、でなんかこういつかね YouTuber としてこう、うん、名乗れるというか、うん、ちょっと自信持てるぐらいになったら、うん、またよろしくお願いしますみたいな挨拶したよね。挨拶して、うん、そっから2年3年、3年ぐらいじゃないぐらいか、うん、本当にもう YouTube やめようかっていう話の時にブレイキングダウンに出て、うん、でまあこれはもう俺のものだなみたいな思ってさ、うん、意気込んでいったけど負けて、うん、でね、でそっからなんだかんだ今こうおかげさまである程度知られるようになってさ、うん、前とは一気に生活というか変わったじゃん。そうね。でそんな時にまた相手が挨拶しに行こうって、うん、ちょっと自信持てるようになったから、はいはいはい、でたまたまね俺らがよく行くホールにワロさんが来て、うん、で挨拶行ったら、うん、おーニッキン君じゃんなんて言われてね。いや俺さあの時誰ぐらいなファンの方ですかみたいな感じで最初は。そうねそうね。だけどこんな大好きな人に憧れとった人にだよ、うんうん、認知してもらうってもうすげえ嬉しいことじゃん。いやびっくりしたよね。いやマジビビるじゃん。こう好きな人に認知されるって嬉しいじゃん。超嬉しいね。そこでもう挨拶行ってその日ワロさんのね収録終わった後にご飯連れてってもらってね、うんうん、なんかもうすごい、ね、いや何この感覚って俺初めて、うん、あんななんか好きな人にご飯連れてってもらったっていうのが、うん、初めてだったから嬉しくて、全部出たと。今後やっぱり俺らはそのセブンズ TV に憧れて、ね、うん、編集もあってももろパクリじゃん。そうね、思いっきり。本当すいません、ね、なんか編集すげえ褒められてるんですよ、じゃあお前の編集が、うんうんうん、だけどあれってあのセブンズ TV のパクリなんだよなみたいな。いやもうあのね、いつもその編集褒められてるコメント見て、うん、嬉しい反面、うん、なんか罪悪感というか、ああ背徳感みたいなもうガチパクリじゃん。そうで今日上がるとこも絶対パクるじゃん。そうね。まあでもそれぐらいは好きなわけよ。大好き、うん、まあ、パクって、まあ、嫌われたらしょうがねえなとは思うけど、うん、まあ、別にそんな気にしとらへんだろうと思って、うん、ね、まあ、俺らってパクらせてもらっとるけど、うん、本当に編集から立ち振る舞いからもう本当の全部セブンズ TV の、ね、そうね、パクリというか、うん、でもやらせてもらっとって、で、まあ、今後ねこういうそのやっぱりセブンズ TV に憧れた以上は、うん、セブンズ TV みたいになりたいなって思う、うん、でそのためにもうちょっと相談したいなって思って、はいはいはい、ワロさんがそれこそあの動画コラボって感じで出させてもらった時に、うん、登壇できる時間あるか分からんけど、ちょっと会いに行こうと思って、うん、俺一人で行って、うん、そしたら抽選番号がワロさんもクソ番で、うん、俺もクソ番だったの、うんうんうん、でどうしようと思って、スッとマジでパルサーも空いてなくて、へー、何も空いてなかった本当に、はいはいはい、でこれワンチャン帰るって
って思ったけど、ワル、うん、さんが、ワルさんもフランだしょ、うん、で、リキングシード打つって言われて、うん、で、じゃあ一緒に横で打ちますみたいな、うん、俺普段パチンコなんやらんじゃん。そうね、うん、で、シードってお前あいつから聞いとったけど、うん、やばいよなこの台って思ったから、うん、で、全然回らんかったわけよ。鍛え上げられてたわけだね。わからないね、うん、で、まあ、シード打って、まあ、ワルさんの収録の邪魔しちゃダメだと思ったから、はいはいはい、まあ、俺から喋ることなかった、うん、まあ、横で打つだけでも楽しいし、うん、いいやと思って打っとって、そしたらワロさんからこうやっていろいろお話しかけていただいて、すごい話しかけられたよね。そう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 、いや、え、逆に、ね、収録中だから邪魔になっちゃわんかなと思って、うん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 、だからあんま喋らないようにしたけど、すごい喋りかけてくれて、うん、そしたらなんかワロさんが今日はね、一見くんとコラボなんて急に言ってくれて、うん、え、これセブンズ TV に俺出れるのこれと思って。319よりもやばい。いやいや、やばいやばい、マジやばい、うん、本当に。えっと思って、聞いてなかったから、その急に言われて、うん、俺すげえ、えドキッとしちゃって、うん、え、どうしようどうしようと思って、なんか喋らなと思うけど、うん、やっぱりパチンコってさ、喋るタイミングも大事じゃん。そうね。そう、そういうの気にしとったけど、まあ、ワロさんからたくさん喋りかけてくれて、うん、結局、俺も別に大した見せ場はなかったけど、まあ、最終的にはまあ、ワロさんも俺もプラスで終えて6っすか。ちゃんとさ、ワロさんマジさ、その6当たんないんだよって言われて、うん、いや、なんでそういうの言っちゃうんだなって。で、まあ最終的にまあ最後も6で、でもまあラッシュ入って、あそこマジ笑ったわ。あ、ね、あ、日経がすごい当たってんじゃんっつって。でもワロさんやばっ6っす。店内状況って。じゃあやっぱさすがっすね、俺らの憧れの編集っすね。そう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 、うん、まあ、いい意味でいじってもらってね。いじってもらって嬉しかった。で、あの動画の中でワロさんがスポンサーになってあげるよって言っとったよね。いや、マジで嬉しくて、めちゃめちゃ気合入ってさ。ね、うん、大好きだもんね。大好きだよ。ちょっと携帯見してみ。あ、これ、うん、これ見えるかよ。見える、ワロスゆとりってね。そう、これ会いに行くともらえるステッカーだよね。そう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 。あれ芝生さんのがないけど、あのね、ワロさんとゆとりさん店舗に来て、で、まあ、近かったし会いに行って、うん、で芝生さんが来る日も分かっとって、うん、だから芝生さんに会い、あと会いに行けば、うん、手に入るって時に、うん、その日仕事で行けんくて、うん、でどんだけ頑張っても間に合わんくて、うんうんうん、だからちょっと芝生さんは今年もらえたらいいな。そうね。そう。そうね。いや、いいよね、マジこれ。そうね。めちゃめちゃ嬉しかった。日健くん、犯罪を犯さんでくれよステッカーだよね。あ、じゃあ、あれもさ、あの、ほんとセブンズ TV ファンの人なら分かると思うけど、ね。あの、ワロさんの、犯罪先は、お決まりのさ、セブンズステッカーをお配りしてます。はいはいはい。あれもう毎回楽しみじゃん、視聴者、うん、絶対、うん、いや、嬉しかったもん。いや、あれはいいね。俺、あそこをスクショしたもん。してたね。してた。送ったじゃん。めちゃめちゃ送ってきたもんね。いや、もう嬉しくて、でも、逆にもう申し訳ねえなっていう、なんか、パチンコスロット業界で有名なわけじゃないしさ、うん、視聴者の人だって、多分俺のこと知らん人が大半じゃん。でも、俺はもう単純にやっぱ嬉しくて。いや、嬉しいよね。あー、めちゃめちゃ嬉しかった。いや、羨ましかったもん。1月3日に上がったよ。うん、その時熱38度、しんどいけどめっちゃ嬉しかった。嬉しかったね。ちなみにその時ワロスさんが言ってた、あの駐車場で立ちションしてたのは日健くんではない。ない、ああよかった、まあ、あれでワロスさんのところで打っとって、うん、そしたらワロスさんが今日さで、あのトイレ車で後ろ正面どうのこうのって言って、うん、マジっすかみたいな。でだけどカメラ回っとるもさ、うん、そんなんと捕まえて、あの首根っこ掴んでね、手に持ってちゃいいじゃん、うん、みたいな言いたいけどさ、ああカメラがね、編集とかが、はいはいはい、こう大変になったら嫌だなっていう、だからあんま失言というかさ、はいはい、口悪く言うのも良くないなと思って。成長しましたね。いや、もちろん、はい、大人なんだよ。そうだから、なんつうの、ただでさえこうイメージの悪い俺らとかそう、ブレイキングダウン選手ってあんまイメージ良くないじゃん、うんうんうん、で、まあ、ワロさんのところでセブンズ TV の動画に出た時にさ、この絶対ガラ悪いじゃなんだって言われると思ってたのさ、うんうんうん、だから発言にも気をつけたわけよ、ね、でも一番最初、うん、それこそ埼玉に会いに行って、うん、まだ日健くんがもう全然認知されてない頃、うん、あの時ワロスさんに言われてたこと覚えてる？俺らさ、うん、うわ
ワロスさんって本物だっつってさ、うん、憧れの目線で見てたじゃん、うん、めちゃめちゃ視線こうバーってもうワロスさんしか見つめてなかったじゃん、うん、だけどニッケン君さ真剣に見つめすぎてさ、うん、多分すごい怖い顔してたんだよね。ああそう、あ俺そうそうそう、あの抽選受ける並びだよね、うんうん、あの時に俺がこっち側って、でワロスさんが奥の方追って、うん、ああセブンスティービーだとこれずっと見とワロスさんとあんな華奢なんだみたいなずっと見とったら、うん、通りとかでねこうやってやられて、うん、ワロスさんさ、うん、その時さえ俺あんなえなんかすげえ顔飛ばされてんだけど俺なんかしたっけみたいなあ言ってた、ね、言ってたじゃん。で話聞いたらいやすげえファンでみたいな、そうそうそう、だから見てたんですって言ったら、うん、いや俺ただただ睨まれてるもんだと思ったっつってめっちゃ怖かったっつって、でも赤から外された時は睨んだけどな殴られんくてよかったって言ってたもん。やっぱ視聴者の人って動画しか知らない、うん、だけど動画回ってないところでご飯食べたりとかした時も、うん、あの本当にセブンズ TV のワロスだったもんね、うんうん、俺が知っとって、ね、本当にすごい。いやもうあの動画のまんま面白くご飯食べとったよね。こち盛り気分だったよね。いや本当にそう、マジでめちゃめちゃ嬉しかった。 もちろん犯罪なんて起こす柄じゃないんで僕はその辺をね本当信じていただけたらなと思いますね。本当これから頑張ってね、はい、頑張ります。とね、俺らも YouTube でパチスローチャンネル、そうね、作って、本当いつかまた正式にねコラボできたらいいですよね。はい、もちろんよろしくお願いします。その時は、はい。そして悪いニュース。悪いニュースね。なんでそんな偉そうなんだよ。いや、まあ、まずはじめに本当にねセブンズ TV の話をしましたけど、はい、ワロスさん本当にすみませんでした。僕オーディションで。まあ、動画上がってるんで見てる人は分かってると思うんですけど負けてしまってブレイキングダウン11はあの試合出られなくなってしまいました。もちろん練習不足だなんだってあるけど、ワロさんがああやって動画でねスポンサーになってあげるよって言ってくれてめちゃめちゃまあ嬉しかって本当に、うんまあ、本当にこういう時のための練習なんだなとも思わされるオーディションだったし、うん、まあね、それと同時に、まあ、まあいらねえいらねえっていう声も、ね、たくさんいただいて、まあ、まあ、ブザブザしちゃってね、まあ、うん、そうね。まあでも日健君としてはね、うん、あの時ほらあのセブンズ TV の動画見てない人に説明すると、うん、日健くんが出玉対決で勝ったらスポンサーになってくれるよっていう話だったけど、うんうんうん、動画の最後にまさかのワロスさんが、いやそうだよ、だからそれだから、まあ、もちろん俺はさそれがさ、うん、冗談なのかマジなのかは覚えてさ、まあ、負けちゃった以上さ、うん、あ残念って感じだったよ、うんうん、だけどやっぱ動画見て最後見たらさ、うん、いやスポンサーにはなるんでみたいな、うんうんうん、いやマジ嬉しくてあれ見た時ね、だからもう超気合い入れてたじゃん、ああ絶対勝つって、ああ本当にそのスポンサーになってくれるっていうよりセブンズ TV のロゴをあの道着に入れられるっていうのがやっぱ嬉しかったよね、うん、嬉しかった、だからまあね、うん、勝ちたかったけど、まあね、まあ、まあそれこそねあの本当スロットとパチンコも同じだけどさ、うん、負けるときは負けるし、うん、かといって別に開き直ってるわけじゃないけど、まあ、いつまでもね、うだうだ言ってもしょうがないし、過ぎたことをね、うんうん、まあでもまあ、うん、まあ悔しいよね。今までで一番悔しかったって言ってたもんな、うん、まあ、うん、まあまあしょうがねえな、うん、まあ今更ね、うん、今後、まあ、ブレイキングダウンにまた出れるのかどうなのかっていうのもね、まあ分からんけど、うん、あれも毎回本当にね、出れる保証なんてないし、本当にもしまたねブレイキングダウン本戦に出られるようなことがあった時はその時はまたあのワロスさんにお話しさせていただくんで、うん、その時もしあの、まあ、気が変わってなければいいけどそうだ、ね、うん、もしよろしければその時は報告させていただくので、うん、よろしくお願いいたします。メダルな勝ち取れ、そう本当にね、うん、まあ、練習も
できる時にして、うんまあ、それだけじゃなくて YouTube もね、まあ、そうね、まあ、今年、うん、本当にこの2024年が、うんね、俺らで頑張らずに関してね、そうね、うん、今年動画の更新頻度も増えていくと思うんで、うん、で今後の活動をね、うんまあ、ブレイキングダウンっていうところではないですけど、うん、新しい日経君というか、うん、本来の日経君というかわからないけど、はいまあ、その辺もちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、頑張ってください。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、以上日経君からのいいニュースと悪いニュースでした。最後にこの動画を見てよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、でね、まあ、まだできてはないけど俺もそのうちにこういうステッカーを作るんで、まあ、欲しい人はもらいに来てください。はい、はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。はい、また今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。